今日まあ本当にえー、っと6月の24日なんですけど今日のちょっとねもう時差ボケのもう症状が全然抜けなくてもう今日朝の1時から起きてるんですけども初め初めてっていうか TikTok はもう 初めてフォローしました。初めてって初めてしかないんですけど。そう、スキズさんフォローしてなかったんだよね。結構もう今ね、リールでガンガン上がってくるから、あれですけども。まあ最近この S クラス見ててもそうですけどね。うん。これね。まあちょっと一回見てみましょうか。どっから行こうか。まあ一番僕がこれね、気になるというか、こっからやね。 ソンベイですね。ダイオンダイオンダイオンちゃんとえー、っとあ出てこない。おいしトワイスダイオンちゃんスレイキッズフェリックス。なんちゅうイケメン。 うまさすがよねしれっとこの足のストンプの置き方強いかねしかもさこのアームスのストレートラインですねこのきめこれなかなかですよね さすがよねええヒルトウいやもうバッチバチにかかとの乗れてますよねこれよこの可動域よく出すよねやっぱ JYP さんも基礎がえぐいねこれかっこいいですよねと うわあ、さすがでございますね。はい。まあ、ぴんぴん行きましょうか。へ、え、い、ー。こう <laughs> 結構、あれですよね。面白い路線行きます。出ました。はい。巨人さんとヒョンジンくんですね。もう、巨人ちゃんも大好きなんですよね。ほ、うんと猫みたいな顔してるね。 まあでも、エンミックスさんの中でも超もう、あの、ナムジャダンスですね。もう超パワフルなんで、ねュ人ちゃん、どんどん強くなってきてね。おーい。さすが。リップも加えてます。きぃ。もう何回も言ったけど、 この角度よあこれねエンミックさんのねすごい先輩後輩だよここのヒルトのこの角度の取り方毎回言ってっけどね素晴らしいですねあのよくコメントでねありますけど 誰が言ったのと思うじゃない。顔がいいからみたいなね。そんなこと K、K-POP なかなか珍しいと思うんですけどね。だって顔なんてみんな良すぎじゃないですか。エ n ティー m さんですよ。ハイブさんの。あんなビジュアルバケモンみたいな、本当にもう、マネキンみたいなスペックの子たちばっかりですけどね。技術はね、しっかりないとあれですけども。そん中でね、 ここまでの技術を叩き込むっていうのはやっぱね努力の努力っていうかね努力って思ってないですよねさんまさんも言いますよね努力してる人って努力って思ってないまさにそうでもう磨き上げ倒すって幻聴に満足し続けないっていうその精神ですよねえかっこいい さすが、キュジンちゃんでございます。この5スターっていうのは、えっとね、スキズさんのファンにね、お教えてもらったんですよね。いろいろ。でも忘れちゃったんだよ。なんかダンス担当とかなんかいろいろあるみたいで。さあ、これはフィデックスさんとバンチャンさんですね。フィデックスさん、これ金になってっかかね。

うえいやめちゃめちゃかっこいい素晴らしい本当にさあこれはリノ君くんですねリノ君くんとアイアイエンアイエン まあこ,のこのネクタイは先生ってコメントにもあるけどまあこれは絶対わざとでしょうねスキズさんは結構なんか面白い路線が伝わってくるんだようんでも股関節も細かく動いてるんですよねンッオッケー はい。てました、ユンジンくん。チャンビン。出てきました。ヒョンジュン、ヒョンジンですね。ヒョンジン、あチャン、チャンビン。そう、僕はあの、一応ハ、ハングルは、 多分80%ぐらいは読めるんですよ。80%って言ったら75%ぐらい読めるんですね。1年勉強しました。えぇ、ー、かっけーなんでこれ、このヨンジンんはドライブかかってるね。おぉ。しかし。 もうこのね、僕はあの結構韓国のジムというかトレーナーたちと何人かつながってるんですよ。もしかしたら韓国に会いに行くかもしれない。うん、僕がこの状況をいつまで続けるか分かんないですけど、まあ分かんないですけどね。まあ、がたいがいい。本当に韓国の人たち。このチャン・ビン君も完全に仲配用系の体なんで。 もうちょっとで、ね、もベンチプレスとかもうし出したらもう、大きくなりすぎちゃってね、もう首が短くなっちゃったりするからね、もう本当にこれはもう、たんもなんだろう、筋肉作り続けてしまうようなね、骨格ですね。なんでだろうね、TikTok もやっぱ近いからかな、やっぱ見やすいですね。人気あるんだろうな この振り考えた人もすごいよな。すげえキャッチーだもんね。うぅ。うわ、このチャンミンさんもすごいよ、これ。ここの引き上げをさ、見てください、これ。この股関節のディテールというか、これ入ってるんですよ。要プロキスモインテンって言って、これディ,ディスタルって、これ、いわゆる、 演技的な、そのアームさ全部演技的なものじゃないですか。じゃなくて、その骨盤、肋骨、ね、ここで愛ソれ、取りながらアクセントつけてくるっていうのは、もう本当、この筋一的な意識性を保つっていうのは、とても難しいんでね、手だけで踊るの簡単じゃないですか。これすごいです、本当に。こういうやっぱり体の使い方ができるっていうのは、本当、幅が広い。 でこのブーツ履いてても本当にちゃんとこの背屈の角度ですねこれ取ってくるのは本当にねいわゆる身につけるものを変えてちゃんと基礎が出てくるっていうのはもう本当に訓練した手じゃなきゃできないおっき最高だ あースミンハン細身だチャンビンさん見るとちょっと細身だね低いねうやっぱこうクロスレッグしてるのかっこいいっすねクロスのかっこいいね これ映ってないな。うーい。ちょっとコラボ系はちょっと今回は少しちょっと省きますね。あ、でもちょっとこれ見たいな。いや、久しぶりだ。チェヨン。チェリョン。ごめんなさい。チェリョン。チェヒョン、チェヒョン、チェ,ェリョン。おまえぎなし。 ちゃんですねはい見たいと思います <laughs> コメントが面白いこれだおおあちょっと怖い久しぶりだな このね、チェリョンちゃんはね、あの、うん、ここスクワットいる。<laughs> 一回ね、僕このスクワットとかなんか、解説やった気がするんですけど、うん、あの、結構、20とかのリマちゃんってわかるかなもう結構同じ系統な、こ 感覚の柔らかさじゃないけどがあってそこから来る腰痛とか膝が痛いって言ってたからそうで意外とねごめんなさい今はちょっといろんな意見がありますでも世界的に一応セタンダードになってる動作分析評価っていうのがあるんですね理学療法士さんだと絶対に分かってると思うんだけどで理学療法士さんが日本の理学さんがどこまで何をしているかってやっぱ病院のことなんで 例えばオーストラリア行くとより、学療法士さんって開業権があるんで、やっぱ様々な分野にこう知っておかなきゃいけないですね。いわゆる病院の中でのこともそうなんですけど、どっちかというと多分海外は、その QOL を、アクティブ QOL っていうところが視点なんで、結局その日本の考えって、いわゆるちょっと厳しい、でもこれ絶対現実だから皆さんも知っといた方がいい。歩ける人、 もしくは、歩行器。もしくは、えー、支えるものいわゆる松葉杖とか。そういった人たちは、病院から出てくださいねっていうような考えなんですよ。わかりますそれ以上に大変な人がいるから。からその後は知らないよっていう感じでしょノータッチでしょ怪我しました。ああ、じゃあギブつけて。でしょで、 そこは、良し悪しがあって、やっぱ日本ってこんだけ安く医療を受けれるので、いいことはいいんだけども、これでも、見方を変えると、医療が常に隣り合わせじゃないと、生きれないっていうところなんですよね。で、僕はこれをずっとそうやって、戦後、戦後っていうか、まだ、 もうほんとまあ戦後の人たちはもうそこまでだと思うんですけど戦後戦時中の方に育てられた方から高度経済成長期からこうまあいわゆる大人になって育てられた段階の世代だったりうちの父親もそうですけどその人たちに我々は育てられてるので時代の変化がえげつないぐらい違うじゃないですか。でやっぱりその当時っていうのは医療を受けれるっていうことはものすごくあの 裕福ですごく良かったのは良かったんだけどやっぱりね結果的に考えると医療を受けすぎてる人たちが多すぎるじゃないですかどう考えたってこの国薬を取ってる人たちもそれはまあデータいろいろ調べてもらえば分かると思うんですけどだからだからこそ1人で生活できる能力っていうものがこれだけ低いいわゆる健康寿命がとても短いんですびっくりするでしょ あの海外の人にこれ言うとほんとびっくりする,するんですけど昔は7年って言ってたの今結構10年ぐらいのスパンがあるんじゃないかっていう話もありますよねそれ何かって言うと寿命からマイナス10この10年の期間ねこの10年の期間は人か物か医療かお金莫大なお金がないと生きていられないっていう10年間なんですここ。 怖い。それがいい悪いは多分人それぞれだと思う。ただ僕らってなんでこんなトレーニングにす、トレーニング、トレーニングって言葉はあんま好きじゃないですけど、メンテナンスですね。なんでこんなに命かけるかっていうと、この10年をできるだけ短くしたいからですよ。お金がここで10年間使われるんだったら自分の趣味に使いたい。そうしてもらいたい自分のお客さんにも。でしょ僕らはそう願ってる。 勉自分にまずそう自分にまずそう自分も僕自身も体がもうあの病気だったからあのトレーニングやり続けてるわけでだからこの予防医療ってどういうことなのかっていう考えると医療に携わらないための手段なんですよ医療に頼らないための手段考え,考えようによってみたらそうだからね なんでこの話に飛んだか、ちょっとあれだ、<laughs> そうだこのスクワットね、FMS の。<laughs> FMS から飛んだのびっくりするね。そう FMS って言って、その同性分析評価っていうあのものむあのあるんですよ。ファンクショナルムーブメントシステムっていうのがね。はいそれはもう理学療法士さんはスポーツ理学療法に入ったらもう必ず多分やると思います。グレイ・クックさん。ねははい、はい結構 理学療法士さんとか看護師さん見てると思うんで、そう、何のためにやるかって言ったら、あれは、スポーツはそうですけど、一般の人に当てはめると、いわゆる怪我のリスクを減らすために、で、皆さんはまあ関節障害とかって、命に関わるか、関わらないか、考えたことがあるかないかわからないですけども、関節の障害って痛みでしょ。痛みっていうのは全ての情報を狂わすんで、めちゃくちゃ QOL に関わりが出ます。痛みっていうものを体に抱くと、 動けなくなるでしょ動きたくなくなるでしょ負のスパイラルですよ。動かないってことは何が動かない筋肉、心臓、循環系でしょ循環系が動かないとどうなる細胞が活性化されない解剖が腐る。そうするとどうなりますかね病気になるんですよ。でしょ血管障害、血管の病気になるんですよ。弾力性が生まれないから。めちゃめちゃシンプルなんです。だから、 はい。座ってスマホをする。座ってスマホを見る。はい。タイピングしてお金を稼ぐ時代ですよね。でも、どうですかさっき言ったこと。循環系働きますかだからみんなスタンディングワークやるわけでしょ ?2007 年、8年からそうやって各界、まあ、まあ、世界的にどんどんね、推奨し始められたでしょタバコより悪い、悪いですよって言い始めたでしょだからね、そういう時代なわけですよ。はい。この、チェリオン・ゃんから ものすごい遠に飛んできましたけどそうだからねやっぱりこのダンサーさんもそうなんですけど姿勢分析評価僕やったことあるんですよダンサーいわゆる高校生中学生の子たちにあんまりいい動きしないんですよなんでかっていうと「すごく動くでしょ」「めっちゃ動けるじゃん」って思うかもしれないですけど実はちょっとだけ安定性に不足してるんですよね 人間はスムーズに動こうと思ったら、安定してる部分と動きたい部分が、なんていうんですかね、50-50みたいな感じで、そう、一調はしあって人間って動くわけですよね。だからよくこう、肩が抜けてしまう子とかいるじゃないですか。まあこれは遺伝的にダブルジョイントだったりなるかもしれないですけども、やっぱりちょっと組織、生まれつきね、組織が緩い子もいるし、やっぱ生まれつき肋骨が13個あるとかね、切り開いてみないとわからないっていう、今世界になってきたんですよ。 だから、動きの最強の研究者のデイビッド・ワックさんっていうのと、あと、えー、トム・トム・マーヤさんっていう、まあ、筋膜のもう神ですね。はい、まあ。理学療法士さんとか、えー、お医者さんだったら絶対わかる。絶対その本持ってるから。はい、えー。その人たちが今度コラボ,コラボの、えー、解体と動作っていう多分、えー すごいことをトレーナーたち向けにね、アメリカでやるみたいです。まあ、興味ある方ぜひリサーチしてみて、まあ,あの今後ね長い長く健康寿命で生きていきたいってことを考えたら、もう20代30代から社会の変化。 とか、統計的なところをちょっと捉えつつ、統計学の社会の進化、IT の進化に合わせて、統計的にどういう風に体を作っていったら、予防していったらいいかってことを考えなきゃいけない時代になってしまったんですよね。そう。だから僕この、このチャンネル始めてるってのもあるんだけど、だから推しを見たら動けっていうことですね。はい、出ました。さくらちゃん。チェウォン。 出会ってる。キム・チェイボン。はい。さくら全部バンチャン。バンちゃんだけなんでこんなもん。これさ、でも同じ空間にいたんだろうね。しかしよ。ルセラさんのもう、体はね、あの、体鍛えてる人にしかわからないし、 とんでもない管理です、この方々は。本当に。ちょっとね、魂飛ぶぐらいやってますね。でも、アームスがな、疲れてんのかな、さくらちゃん。おぉ。 んだまないビジュアルとか可愛さですね。はい、ちょっと僕もあまり詳しくない方々が多いと飛ばして見てます。はい、でこの感じでですね、スキズさんも、えー、登録登録今更フォローしたんでね、はいこれからも細かく見たいと思います。それでは。